皆さん、こんにちは。ミスタープロレスこと天竜源一郎さん。天竜源一郎さんは、2023年2月11日、緊急搬送され、敗血症性ショックのため、緊急手術を受けました。さらには同年8月25日にも、命に別状はないとしながらも、治療のため入院していました。包み隠さずに生きていきたい、という本人の意思を尊重した発表に、入院しながらも、堂々とした姿勢でいることを伺わせました。今回はそんな多くのファンが心配している天竜さんのこれまでを振り返りながら、所属も時代も異なり、これまで交わる機会がほとんどなかった内藤哲也選手に対する評価を紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずは天竜さんがこれまで歩んできた歴史を紹介しましょう。ミスタープロレスと呼ばれ、長年プロレス界を引っ張ってきた天竜源一郎さん、1950年2月2日、福井県勝山市で生まれました。天竜さんの父親は、村一番の大男と呼ばれるほど体が大きく、力士になる夢を抱いていましたが、両親の反対もあり、家業の農家を継ぎました。そんな父の影響もあってか、天竜さんは中学2年生の時に、大相撲の世界へ飛び込みました。その後1976年10月、全日本プロレスに入団した天竜さんは、ジャイアント馬場さん、ジャンボ鶴田さんに次ぐ第三の男として台頭し、ジャンボ鶴田さんや長州力さん、リック・フレアさんといった名選手たちと数々の名勝負を繰り広げましたね。 SWS、 WWE、 WAR、 新日本プロレス、 WJ、 ハッスルと渡り歩いた天竜はインディー問わず数多くのレスラーと対戦し、プロレス界に歴史を築いてきました。そんな闘志を前面に出した天竜さんの妥協なきファイトは観客を熱くし、ジャイアント馬場さん、アントニオ猪木さんからピンフォールを奪った唯一の日本人レスラーとして語り継がれていますね。2010年には天竜プロジェクトを設立し、引退するまで第一線で活躍し続けた天竜さんは2015年11月15日に引退しています。ちなみに引退試合の対戦相手は岡田和親選手でしたね。引退後はタレントとしてバラエティ番組などにも多く出演し、プロレスファンのみならず新たなファンを増やしていきました。2022年6月24日にはマネージャー兼妻として天竜さんを支えた妻が死去。それから3ヶ月後となる2022年9月2日、広範囲にわたる頸髄損傷のため突然死のリスクが非常に高い状態であるとの診断を受け、緊急入院したことが明らかになりましたね。これは長年の現役生活による負担で症状が顕著に出たもので、新しい怪我などではありません。しかし当時リハビリ中だった天竜さんが首から頭にかけて固定器具をつけた姿はとても痛々しく感じ、心配した人も多いことでしょう。2023年1月には自宅に一時帰宅するなど回復の傾向を見せていましたが、同年2月11日に敗血症性ショックのため緊急手術を行ったことを天竜プロジェクトの代表を務める娘の島田門奈代表が報告。当時集中治療室にいるものの意識はあり、少し話すことができると話していました。綾菜代表は2月12日に行われた天竜祭のリングで、大将こと天竜が電話で一番最初に言った言葉は、選手のことと今日の天竜祭が心配だったようです。やっぱり本当にプロレスが好きだし、プロレスラーが好きなんだなって本当に私は思っている。その気持ちに応えていける自分でもありたいし、選手たちとそういう絆を崩さずにやっていきたいなと思いました。まだまだご心配をかけてしまいますけど、絶対このリングに帰ってくると思いますので、今日も含めてどうかその日までお時間をいただいて大会を盛り上げていきたいと思いますと涙ぐみながらリング上で語っていましたね。しかし天竜プロジェクトの X から2023年8月25日には天竜源一郎についてご報告と題し、突然のことではございますが天竜は治療を要する症状が見つかり現在入院をしておりますと明かし、さらに入院は検査手術を伴うものではありますが命に別状はありません、本人は意識もあり会話もできる状態で検査手術に向けて準備をしておりますと泰然とした調子で綴っていました。また
包み隠さずに生きていきたいとの本人の意向を尊重し、このようなご報告となりました。11月19日の後楽園ホール大会にリング上で皆様にご挨拶をする日を励みに、前向きな気持ちで入院生活を過ごしておりますとも報告していました。そんな生ける伝説として日本プロレス界に常に風を起こし、長きにわたりプロレス界を見てきた天竜さんに褒められたレスラーは数々いますね。では内藤哲也選手に対してはどのように思っていたのでしょうか。天竜さんの内藤選手に対する評価を紹介しましょう。まず簡単に内藤選手について、過去には蝶野正洋のようだと言われ、本音の会社批判を繰り返し制御不能なレスラーとして急激なブレイクを果たした内藤選手は、2023年新日本プロレスの IWGP ヘビー級王者で一番好きなレスラー1位にも選ばれました。さらに2023年2月21日に行われたレジェンド武藤敬司さんのラストマッチの相手を務め、人気と実力と声援をしっかりつかみ、実力で IWGP ヘビー級王座にたどり着いた本物のカリスマとも言われています。内藤選手は1982年6月22日東京都で生まれ、アニマル浜口トレーニングジムで基礎トレーニングとサブミッションレスリングを学び、2005年11月3日新日プロレスの公開入門テストに合格し入門しました。翌2006年5月27日にデビューを果たすと、尊敬する武藤敬司さんや棚橋博選手に続く天才と呼ばれ、会場を沸かせるレスラーとして注目を集めていきます。しかし2012年、年下の岡田和親選手の台頭と自身の右膝靭帯の負傷をきっかけに人気は低迷し、2014年の東京ドーム大会ではファン投票によって自身の IWGP ヘビー級選手権がベルトの格で劣る IWGP インターコンチネンタル戦に敗北し、セミファイナルに格下げとなりました。それ以降、当時の内藤選手では岡田選手のライバルとなるには力不足であることがあらわとなり、観衆から大ブーイングを浴びせられるほどになっていたのです。長く低迷が続いた内藤選手はメキシコ遠征を機に変貌し、飛躍のきっかけをつかみました。それはまるで長州力さんと同じ道を歩んでいるとも言われましたね。長州さんも内藤選手も自分を変えるためにメキシコ修行へ旅立ち、帰国後全てさらけ出すレスラーへと変貌を遂げています。そして不遇の時代が長かったからこそ、二人の叫びは真に迫っており、その結果多くのファンの共感を呼ぶようになったのです。制御不能の暴言三昧としても有名な内藤選手ですが、その発言は多くの矛盾を含むことで成り立つ特殊なジャンルにおいて、ファンがおかしいのではと思っていることを代弁し、指摘することをタブー視していた。不満や疑問を直球でぶつけるからこそ、ファンは内藤選手の発言に引きつけられているのです。例えば2016年には岡田選手を破り IWGP 王者となった直後、石井智弘選手がリングに上がり挑戦をアピールすると、それがあっさりと認められました。その時内藤選手は、俺はニュージャパンカップで優勝して挑戦権をつかんだのに、2回戦で負けている石井選手がリングに上がっただけで挑戦できちゃうのと、まさに正論を言うのです。さらに新日本プロレスの北谷隆明オーナーが岡田選手を真のスターにするための2億円をかけたプロジェクトがあることを明かすと、これって要するに新日本の全レスラーに対し、今後どんなに頑張ったとしても誰も岡田の上にはいけませんよってオーナーが認めちゃってるってことでしょオーナーにまで噛みつきましたね。まさに制御不能の内藤選手ですが、内藤選手の的を射た発言は次第にファンを引き寄せていきました。飾り気のない本音の言葉でコアなファンのハートをがっちりと掴んだ内藤選手は、トランキーロ、焦んなよという決め台詞を持ったことで新たなファンを取り巻くことにも成功。一方で才能あふれる岡田選手の発言はセリフのようだと言われました。強さと才能は誰もが認めるものの、内藤選手のような心をわしづかみにする求心力は持っていないのです。このように長い低迷期を乗り越え自ら道を切り開いた内藤選手について、
生きる伝説、天竜さんはどのように評価しているのでしょうか。時代やリングが異なり、交わることはほとんどなかった二人ですが、天竜さんはしっかりと内藤選手を見ていました。2016年8月、 G1 クライマックス26前のインタビューで、天竜さんは内藤選手について語っていましたね。彼は面白い選手だと思うよ。でも内藤は観客が一番沸くには自分がどうすればいいか、その終着点までを考えちゃうたちというかね。常に相手だけじゃなく観客とキャッチボールしてプロレスをエンジョイするタイプだから、こういう連戦になると結果を求めるのは少し難しいかもしれない。試合の中で誰もが思いがけない動きを出したりして楽しんでいるレスラーですよ、と語り続けて、でもそういうことができるってのはすごいことなんだけどね。彼が出てきたことで新日本の景色が変わったのは確かだし、それは本人が一番うぬぼれながらも自覚していることだろうから、きっと新日本にいるいろんなレスラーに脚光が当たるようになったのは自分が壁をぶち破ったからだっていう思いはあるんじゃないかな、と高く評していました。この天竜さんの語った内容を聞いて、どこかで聞いたことあるような内容だと思った人もいるのではないでしょうか。それはジャイアント馬場さんが天竜さんに全幅の信頼を寄せて語った内容です。天竜が他のニューリーダーとどこが違うか、それはな、私利私欲がないことなんだよ。どうすればプロレス界がうちの会社が良くなるかを常に考えて行動している。そして天竜はプロレス界でトップを取ること、スターになるにはどうしたらいいかを知っている。練習をして常に一生懸命やるということをね。だから俺は天竜が何を言おうが何をやろうが全然心配しておらんよ、とどこかプロレスに対し同じ思考があるように感じられます。これまで交わることのなかった二人のレスラーは実は通じるものがあり、だからこそ理解できる部分もあるのでしょう。そんな内藤選手は来年の 1.4 東京ドーム大会で IWGP 世界ヘビー級への挑戦が決まっています。そのために大きな一歩を踏み出し右目の手術に臨みました。手術は11月7日に行われ、内藤選手は翌8日の午前中に退院。取材に応じ、今は眼帯も外してますし見た目は普通ですよ、右目の眼球の位置が少しずれてしまっている状況に慣れてしまっていたので瞬間的に良くなるわけじゃないんですけど、時間を置くとこの状態に慣れてくるので良くなると思います、と現状を説明しました。日常生活には支障がないが、術後2週間は頭部に負担がかかる、受け身の練習などは行わずに安静な生活を送ると言います。次期シリーズではワールドタッグリーグが行われますが、ドーム大会のカードが決まっているためリーグ戦不出場の内藤選手も復帰時期は現段階で未定。俺としてはあまり休みたくないし、対戦カードに自分の名前がないのは寂しいし悔しいので、なるべく早く試合には戻りたいですね、と早期復帰に意欲を燃やしています。制御不能のカリスマは天竜さんや武藤さんの思いを受け止めながら今後もプロレス界を牽引するでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。